グレゴリー・ウィリアム・オルソンは、アメリカ合衆国ネブラスカ州、ドッジ軍、スクリブナー出身の元プロ野球選手、ウトを右ミギウチ。1988年の MLB ドラフト一巡目で、ボルチモア・オリオールズから指名され、プロ入り。この年9月2日のシアトル・マリナーズ戦で早くも、メジャーデビュー。1989年には、クローザー定着し、 27セーブと防御率1.69を記録してアメリカンリーグの新人王に輝いた。この年から1993年までの5年間で160セーブを挙げており、1990年にはオールスター選出、1992年オフには MLB 選抜として日米野球に参加している。1994年には FA で、 アトランタブレイブスへ移籍したが故障に泣き、ここから1997年までの4年間はマイナーと行ったり来たりしながらのジャーニーマン生活が続いた。1998年、この年より創設のアリゾナダイヤモンドバックスと契約するとクローザーに帰り咲き、6年ぶりに30セーブを挙げて復活した。その後、ロサンゼルスドジャースでプレーの2001年に引退した。 2008年にオリオールズの球団伝道入りを果たした。自身の引退後の活動としては、サンディエゴパドレスのスカウトを経た後、現在は ESPN でコメンテーターを務めている。快速球に絶品と言われるカーブが武器である。ありがとうございます。